いや、無事だったか。ああ、ナイスタイミング。たく、こっちはやきもきしてたんだぞ。いや、サムとエレナを見つけないと。ナイト、よかった、無事だった。爆発が聞こえたから。それはサリーまた助けてあげたの。まあな、元気か。ええ、ちょっと危ない目にあったけど助けてもらった。よよ、それは。うん、弾食らっちまった。それは崖で擦りむいた。で、レイフは。仲間とエイブリーの罠にはめてやった。さすが。ああ、そうだ、アルカサルのことだけどさ。それはまた後で話そう。それでビーチだ、町の反対側。よし。さっきの騒ぎで気づかれてないといいけど。だな。おいおいおい、待てよ。どこ行く。決まってんだろ、こっからずらかる。ああ、それもいいけど、どうだ、こっちに行ってみるってのは。近道だぞ。近道だ、お宝への。おい、ほら、レイフは回り道しないといけないけど、俺たちは。ほっとけ。なあサリバン、気持ちはわかるけど頼むから。往生際の悪いやつだな。お宝欲しいだろ。なだろ。宝のためじゃなくて、あなたのために来たの。俺は感謝してるさ、もちろんね。でもよ、お宝はすぐそこにあるんだぞ。いただこうぜ。エイさん、おい、な、そうだろ。いいか、エイブリーは島にある船を一つ残らず破壊した。なぜだ。宝を独り占めにしたかったからでしょ。その通り。周りのことなんか無視してね。誰にも後をつけられたくなかった。島を出るときにね。な、見ろ。ほら、エイブリーが持ってた島の地図だ。いいか、あの山のふもとにエイブリーの船があるはずだ。お宝もそこにある。そしてレイフもそこを目指していて、グズグズしてると先を越されちまう。そんじゃもし船が島になくて、だだっぴろい海のどっかに沈んでたらどうすんだ。なら沈んだ場所を見つけるまでさ。ったく、なあ、俺たちの夢だったろ。忘れたか。悪いけどこいつらには理解できない。そうじゃない、サム、理解してるよ。え、ここにいるみんな同じ夢を見てきた。でもあの頃とは違う。そうだろ。もっと大事なものがある。飛行機はこっちだよ。遠いの？いいや、港町の奥だ。飛行機でショアラインが待ち構えてたら。そりゃないよ。なんでわかるの。なぜって、奴らは山に行った。こっちだ。ほら、あそこだ。ずいぶん下にある。どうやって来たの。俺は壁を伝ってきたんだが、別のルートを探さなきゃな。
さっきは飛び降りてきたが、登るには高すぎんな。手伝って。よし。ねえ、手伝おうか。大丈夫、サンキュー。みんな、こっちだ。うわ、あれ見てみろよ。あれってロープウェイか何かかな。使えそうか。そうだな。ほら、ロープで台を引っ張るとか。ネイト、何してんだ。どうしよう。あそこの木の台にたどり着けるんだったら。ほら、もうちょいだ。早く帰って、うちのベッドで眠りたい。近そうでめっちゃ遠い。いい考えがある。姉さん、手伝え。OK。OK、サリバン。な、ちょっといいか。なんだ？いいぞ、姉さん。よし、押さえてるから、ジャンプしろ。いけた！行くぞ。オッケー、いいわよ。こりゃ海賊にしちゃ随分とご立派だな。こんなの世の口、エレベン。おう、疲れ。大丈夫か。ジェットコースターみたい。ほら来い、姉さん。やべえ！ほら、早くジャンプしろ！ネイト、手を出せ！そうだ！さあ！そーら！カム！くそ！ほら、来い！よし。飛べ、受け止める！早く！サム。おい、待てって、何考えてんだ。やめろ。みんなを巻き込んじまってすまない。何を今さらそんなこと言ってんだよ。来いって。最後まで見届けたいんだ、サム。おい、考え直せって。もう次は助けないからな、サム。悪い、サム。サム、あのバカ野郎。さすが兄弟。このまま見捨てるつもり。ほら、助けに行こう。当たり前だろ。行くぞ。こっちならなんとかなるかも。助けたらボコボコにしてやる。いいから今は助けることだけ考えるぞ。だから何考えてんだ。こんだけしてやってもわかんねえのか。とにかく探そう。
カートで乗り越えられそうだな。うん、動け。ほら、手伝う。いいか？待って。よし。オッケー。ほらね。これダメだな。と言って。いや、いける。くそ。頼む。じゃあどうやって登りますかね。時間がないわ。ネイト、やめろ。一人で行く気か。なあ、すぐ戻るからさ。お前一人で連れ戻すってのか。殴ってでも連れて帰るよ。とにかく助けてやらないと。なあ、飛行機をできるだけ山へ近づけてくれ。そんでとっとと脱出だ。ったくしょうがねえな。ネイトの番よ。え？忘れないでね、皿洗いの当番。だから絶対に戻ってくるって約束して。約束だ。戻ってきてね。いいか、ここで一日中罵り合うから本来の目的を達成。いや、終わりにするんだよ。悪いな、ボス。